皆さんこんにちは週末ユーチューバーおいゆくでございます。私クロームブック大好きユーチューバーでございます。いつもお出かけに行くときにはクロームブックを持って歩いているんですが、私の使っているクロームブックデタッチャブル型でちょっと処理能力的にはうんすごいっていうほどはないんですよね。まあミドルレンジぐらいでしょうか。で、私 ですので動画の編集やるんですけどこのミドルレンジの Chromebook だと正直なかなかですね動画のの編集って厳しいものがあるんですねところが今回今回ご紹介するのはこれ Adobe の Adobe から出てるウェブサービスなんですけどこれがねミドルレンジの Chromebook だったら全然いけるんじゃないかと思いましたので今日はこれを紹介したいと思いますす今日紹介するのは Express です。 でこの Express「アドビエクスプレス何を作りますか?」って書いてあるんですが実はすごく多機能なんですね。どんなことができるのかっていうとここにありますけど Twitter の投稿からね Instagram のリールポスター YouTube のサムネイル YouTube 動画といろんなことに使えるようになっております。私がね今困ってるのは YouTube の動画の編集を Chromebook でできないかっていうことなんで。 今日はこの youtube 動画の編集ですねこれですねこれをやってみようということでございますポチはいでこの操作なんですけど実はすごく直感的に操作ができるようになっていますねで、例えば動画のクリップですとか音楽ファイルなんかをここにドラッグドロップで並べていけるようになってます追加で置きたいときにはシーンを追加 っていうのがねありますし途中でカットしたり並べ替えたりっていうのも画面上で操作ができますキーボードのショートカットも少しはあるんですが基本的にはドラッグアンドドロップそれから右クリックとか長押しでメニューを出して操作っていうのが多いみたいですねで実際に操作してみた感触なんですけど私の Chromebook だとメモリが4ギガバイトしかありません4ギガバイトの c h r o m e だとね正直ちょっと厳しいかなあっていうところはありますね。特に私のように Android アプリを使っている人は Google Play ストアをねそのまま残していると思います。Google Play ストアが入っていると空きメモリがすごく少なくなるっていうのは実は以前私の動画でもお話ししたことがあります。その辺の話は今多分この辺にねカード出しますけど。 こちららののカードから私の過去動画で確認していただければと思いますで空きメモリが増えれば多分なんとかなるだろうということで Google p Play ストアは消したくないんだけどなんとか空きメモリを作って今どれぐらいメモリが空いているかと言いますとですねちょっと確認してみましょうか現時点でラムの空きは、はい、1.27GB 空いております。 これどうやってねメモリを開けたかっていうのは過去動画でご覧くださいこれぐらいの空きがあれば実は動画編集ねなんとかできますねはいでちょっとやってみましょうはい今ねざっくりとムービークリップを読み込んできて編集してみたんですけど、まあ、これがねこんな感じで編集できるわけですよ、まあ、カットカットしたいところで 例えばメニューを出してね「分割」とかっていうメニューを使うとここで分割できるわけですよ。とテロップ入れたいなーっていう時にはこちらの「テキスト」テキストっていうボタンポチッと押しまして「でテキストを追加」と押してあげることでですねここに「テキストを追加、ね」「テキスト入力」って出ますね。ここに「テロップを入力」なんていうふうに押してあげまして。 で大きさはここでね大きさをこう大きくしてあげるこういう形で引っ張っても大きくなりますねそれからフォントの重さウェイトを、まあ、ヘビーぐらいにしてあげるとかなり太くなりますねで色もこの塗りっていうところで色を変えることができますさらにアウトライン このアウトラインを指定することで外枠もつけられるんですね。でこれだとちょっと細いのでアウトラインの太さを太くしてあげましょうと。はいアウトラインがあ青いねえー、と黒ではい縁がつきました。もちろんいろんな色でつ、えー、縁を入れることもできます。それからですねこれが優秀なのは例えばメディアっていうところを見るとここに写真と動画と音声 いうのがあります。音声っていうのは、ま例えばね、えー、いろんなこうサウンドエフェクトみたいなやつがあるので、これをこうポチッと押してあげると、はい、ここに入りました。このクリップに一番先頭のところに入ります。ちょっと再生してみるとね、どんな感じになるかって言いますと、音大きいですね。あの音量はここで調整ができます。 まあちょっと今雰囲気に全然合ってないものを入れちゃいましたけどこれは自分で好きなものを入れていくことができますね。それから動画これも途中のねインサートで何か場面の切り替えでキラリーンみたいなやつを入れたい時にこのなのを使うことができますしそれから素材写真なんかもいくつか用意されております。こここうういいいっっったたたものをね途中にに挟んでいくことができるんででででくとががきるすねで実際にこういった編集が終わった後で これをダウンロードしていきましょうってなった時にこれ解像度がね 4K とかあるんですよね。ただ 4K はこれプレミア機能ってなってますんでねこれプレミアム機能っていうのは課金しないと使えませんので課金すると 4K いけますけど課金してない人は1080までですよということですね。でこれでダウンロードできますのでダウンロードしてあげるとはいこんな感じでね エンコードしてダウンロードすることができますってことでですね今まで Chromebook ね特にこのミドルレンジぐらいの Chromebook で正直動画編集なんかできる気がしてなかったんですよ Android のアプリもあるっちゃあるんですけどやっぱりメモリ不足っていうのがね、すごくたたってましてそれから無料のアプリですと無料版を使うと書き出せる動画の尺が1分までとか それから隅っっこにスカシが入るるいわゆるウォーターマータマクってやつですねそういう透かしが入っちゃったりするっていうね制限がいろいろあったんですけどこの AdobeExpress に関しては時間的な制約もないし解像度もきちんと 1080p で出せるし機能としてはカットができてテロップが入れられてそれからあの私はあんまりトランジションとか使わないんですけどトランジションやろうと思えば まだちょっと正直数は少ないんですけどねディゾルブぐらいしかないんですけど実はディゾルブぐらいのトランジションであればここで入れることができます。あとね色変えたりとかまあそんなことはできないんですけどまあまあ最低限あの最低限こうねレイヤー作って何かを重ねるとかそういった、うん、基本的な編集はできるようになっているのでこれ無料っていうのはねすごくありがたいですよね。 まあ私のような、うん、ミドルレンジのクロームブックしか持ってない人でもこれだったらちょっと出先で動画撮ったから今のうちに編集しちゃいたいななんていうのはねできるかもしれませんね。あ,あとですねこれメメモモリリををかなりねね開けけけけてておいい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 たた方がととと思思まますすののでメモリの空き容量だだは気つるといいと思います実際空き容量1ギガぐらいで試してみたんですけどかなり動作がカクカクになってしまうので現実的ではありません。 メモリ 8GB の Chromebook をお持ちの方であれば、かなり余裕を持って作業できるんじゃないかと思いますので、おすすめです。Chromebook で、ね、無理やり動画編集しないで、おとなしく Mac とか Windows 使えばとかっていうね、異論はもちろん認めます。私も普段の動画編集は Mac を使ってますのでね。 ただマックはこのクロームブックに比べるとどうしてもサイズが大きいので出張とかには持って行きたくはないんですよね家の中で使う分にはいいんですけどカバンに入れて持って歩くんだったらやっぱり軽いクロームブックがいいなぁと思うわけですそんな軽いクロームブックを外で使ってる時に、まあ、YouTuber ですんでねちょっといい映像が撮れたなぁなんていう時にその場で編集したい時にこの Adobe エクスプレスは使えるなっていうところでね今回うん。 いいなと思ったところでございます。今回の動画、面白かった、参考になったよっていうことでしたら、ぜひ高評価いただけると嬉しいです。今日の話はここまでといたします。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。